身をねじらせて腕を緩めろ。決まってしまうぞ。逃さないよせいや。ダメです、師匠。腕がロックされてる。おお、なんと腕が挟まっているのか。その地に。ダメです、逃れられない。わかるぞ、逃れられないのではなく逃れたくない。その G にずっと挟まっていたいのだろう。さあギブアップしな。あ、痛い。そして柔らかい。ダメだ、落ちる時の快感、そして G の快感、ダブルエクスタシーから男は逃げることなどできない。しかし耐えろタケシ。追ってしまうやつ。俺耐えてみせます。そうだよな、落ちるなんてもったいない。もっと G を感じていたい。俺にはわかるぞ、お前の気持ち。まだまだ。たけし、痛みのあまり体が硬直してきている。ああ、こっちこっちじゃないか。さあこのまま極楽状態送ってやるよ。何も感じない。ああ、観音菩薩が見えてきた。師匠、観音様も G なんですね。たけし、戻ってこい。その観音菩薩は幻覚だ。本当の観音様は A だ。そっちに行っちゃいかん。そうですね、観音様が G なわけがない。そうだたけし、まだ味わい尽くしてないだろう。その G のゆりかご。往生際の悪いやつめ。なあ、変われるものなら変わってやりたい。たけし、お前の代わりにその痛みを感じてやりたい。その G と共に。たまんねえ。ああ、羨ましい。あ、もう終わりかもしれません。いよいよやってきてしまったか、 G の黄昏が目前に。さあタップしないと落としちゃうやつ。たけし、お前の選手生命を考えたとき、私はお前をタップさせないといけない。しかし男の幸せを考えたとき、その G の中で静かに眠らせてやりたい。あ、師匠、タップを G に。何？ G にタップ？ G にトントントンとタップするというのか。いかん、そんなことをしたら試合だけではなく人生までも終了してしまうぞ。さあタップしなさい。せいかん、その G に触れてはいかん。タップタブの G にタップなんて、そんなこと俺もしたことがないんだぞタケシ。勝ったか。その G に少しでも触れようものならお前は破門だ。もう弟子でも師匠でもない。師匠、俺は師匠の弟子のままこの G の中で。おお、お前は男の鏡だ。そのまま私の弟子としてその G に落ちるのか。なあ、もうダメ。たけし、師匠、どうしたたけし。本物のお釈迦様は A でした。生死の境でお前も知ったのだな、お釈迦様の本当のサイズを。